金魚すくのパート2。どうもシアンです。今回はゆっくり喋る予定です。パート2は設計図です。サイズやイメージを図にしたものです。設計図を書く必要はあるのかと聞かれたのでメリットを紹介します。一つは図に寸法を整理することで作りたい人形の大きさや形をつかみやすくなります。二つ目は作るもののイメージが固まり迷い少なく作れます。俺は別でイメイラを数枚書いたりしてます。それではやっと作り方。使う道具は紙、ペン、定規。あれば便利なものはメジャー30センチ定規。メジャーは今後も使うから買っててもいいかも。今回は20センチ台のドールの図面を描きます。まず全長の幅を書きます。正面と側面の2面を書くので全体に書いちゃいましょう。次に決まってる寸法を書きます。自分は裁縫が苦手で服を買う前提なので製品のサイズを参考にしてます。そしたら都心を決めます。このサイズだと子供だから4都心くらい。次に好みの体型に調節します。正面図を整えたら正面に合わせて側面図を書いて大体は終わりです。ミスがあっても残りは作ってる時に調節しましょう。俺は今年はこんな感じに書きました。まあでも作るの面倒やんね。つうことでテンプレートを作りました。20センチ台の人形と40センチ台の人形と50センチ台の人形の3種類です。ツイッターとノートに A4 用紙のサイズで載せておきます。ぜひ使ってね。次回予告ベース作り1。必要なもの油性マジック、カッター、ラック、テープ、ゴミ袋、発泡スチロール、ボンド、計量粘土、ストロー、設計図、カニ、アルトラクナホの爪楊枝、スチロール、カッター、静電気防止スプレー。